リアルなミリタリーウォッチとして高い人気を誇るハミルトンカーキフィールドシリーズ。高い視認性を誇る文字盤と武骨なデザインというカーキフィールドらしいタフな世界観に加え、コンパス機能などアウトドアに必要な最先端の時計機能を備えたカーキフィールドエクスペディションオート。アドベンチャーウォッチとしてさらなる進化を遂げた新たなタイムピースをじっくりとご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。この時計の特徴は、アウトドアウォッチとして最先端の時計機能を多数兼ね備えているということです。どんな状況下でも時間が読み取りやすい視認性に優れた文字盤、夜光塗料をしっかりと塗布された太めの針とインデックス、サテン加工を施したタフで無骨なデザインのケースやブレスレット、そして両回転式ベゼルにはコンパス機能を備えており、カーキフィールドらしいアウトドアテイストの世界観がより一層強くなったモデルとなっております。まずは時計の自針を太陽の方角に合わせます。そしてインデックスの12時と自身の真ん中の位置が南となります。最後にベゼルを S に合わせて方位を知ることができる仕様となっております。ベゼルも含め全面サテン仕上げとなっているケースデザイン。従来のカーキフィールドとの違いは、ラグの長さを短く設計し、手首にぴったりとフィットする着用感になり、さらにアクティブに行動ができる仕上がりとなっております。ムーブメントには80時間のロングパワーリザーブと対時性に優れた二爆論性ヒゲゼンマイを採用したムーブメント H10 を搭載。いつでもどこでも安心して着用できる仕上がりとなっております。それでは最後にこの時計のポイントをまとめてみました。さまざまなカジュアルファッションに合う落ち着きのあるデザイン、アウトドアを存分に楽しめる機能性、安心の性能を誇る最高品質のムーブメントを搭載。以上が私なりに感じたこの時計のポイントでした。時計のサイズは 41mm と 37mm の2パターン、文字盤のカラーも多数のバリエーションを用意しているので、ご自分の好みに合ったモデルを見つけることができるタイムピースとなっております。今まで以上にアウトドアウォッチの高みへと進化を遂げたハミルトンの新作カーキフィールドをぜひご自分の腕元で体感してみてください。概要欄の URL からも時計詳細を確認いただけますので、オペラ金美堂公式ウェブサイトもぜひご覧くださいませ。この動画を最後までご覧くださいまして誠にありがとうございます。皆様の時計選びの参考にしていただけたら幸いです。